pbfd 下サインビークフェザーディジーズはおおむめの鳥すべてを犯すウイルス性疾患である。このウイルスは鳥の羽の音、くちばし及び爪の増殖細胞を攻撃する。このことにより進行性の羽毛の奇形と絵師を引き起こす。疾病の後期にはうじくの狭策が進行して、最終的にはすべての羽毛の発育が止まってしまうまで続く。くちばしと つめは、羽毛とは、対照的な影響を受ける。過剰な成長と気形及びエシ組織の成長である。外装の日々と剥落によって、細菌や菌類による感染症が起こる可能性が生じ、このことがさらに問題を困難なものにする。くちばしの内装のエシはくちばしを破壊する原因となることがある。この時点でこの鳥は食事をとることができなくなる。この疾病はさらに、 鳥に対する全般的な免疫抑制作用を持っており、二次的な全身性ウイルス疾患やバクテリア感染症の感染経路を切り開く。死因となるのは通常これらの感染症であって、PBFD それ自身ではない。オーストラリア奥地での羽を失ったミスボらしい鳥に関する最初の報告は1907年のエドビン・アシュビーによるものである。 彼は1888年にサウスオーストラリアのアデレードヒルズで発生した微生孔の PBFD を記述している。このような鳥を見たオーストラリアの人々は長年にわたってこのような症状がひまわりの種ばかりを食べることによって起こると考えていた。これは現在では誤りであることがわかっている。PBFD を引き起こすウイルスは シドニー大学の研究者である、ドクター・パスとドクター・ロスペルリによって、最初に分離され、分類された。その後、研究はが衆国のジョージア大学、シドニー大学、そして西オーストラリア州、パースのマードック大学で、続けられている。このウイルスは当初、PCV、シュタサインセルカバイラスと命名されたが、その後、ビークフェザーディジーズウイルスあるいは、BFDV と解明された。 これは一つにはこのウイルスが実際にこの病気を引き起こすことが研究によって確かめられた子、そして一つには豚サーコウイルスとの混同を避けるためである。このウイルスの形は感情でサーコウイルス化に属している。大きさは直径16ナノメートルで1本鎖の DNA をゲノムとしており、1992から2018のヌクレオチド長である。 現在2種類の BFDV 検査が可能である。ポリメラーゼ連鎖反応検査は非常に高感度であり、信頼性の高い検体であれば極めて微量のウイルスでも検出することが出る。第2の検査は実際のウイルスの数と抗体の数をカウントできる。しかしこれは PCR 検査ほど高感度ではない。このウイルスは一般の環境において何年もの間生存。 可能であり、ほとんどの消毒剤に対して、耐性を示す。日本国内での調査を行った、サナダラによれば、一般家庭での飼育長770羽の陽性率は19.2%、ペットショップでの飼育長300羽の陽性率は16.7%と、PBFD ウイルスは全国的に広く浸順している。また、陽性率は鳥種に依存していたと報告している。 この疾病は、通常、若いひながその両親から感染するかあるいは群れの他の仲間から感染する。通常、以前にウイルスとの接触のあった成長は免疫を獲得している。けれどもウイルスはその体に残存して、ほとんどの場合、彼らの残りの生涯を通じて、糞便や羽の断片と共に排出され続ける。 新生のヒナはその免疫システムが完全な能力で機能し始めるのに数週間かかる。このため彼らは PEBFD ウイルスに大変感染しやすくなっている。ウイルスはその分泌物を介して伝播することもありうるし、新しい、あるいは乾燥した糞便や、羽、皮膚の破片でも伝播しうるだろう。この疾病の急性疾患型では、疲労、食欲不振、 嘔吐と下痢が認められる。深刻な免疫不全のために複合した二次的なウイルスや細菌による感染症が生じ、これによって2週間から4週間のうちに死に至る。この疾病の急性疾患型の場合、ウイルスを確認する唯一の方法は検視であると思われる。急性疾患型の場合、特徴的な羽毛の喪失のような兆候がなく、 手を施す暇がないほど進行が早い。この疾病の慢性型は鳥の免疫システムがこのウイルスと二次感染に対抗する何らかの形の防御をかろうじて開始することができた場合に起こる。特徴的な羽毛の症状は進行するのに時間がかかるため最初に羽が生え変わる時になってやっと症状が現れ始める。を持つ種類の鳥では常にが 補充されれているる。ために、にこれは直ちに影響を受けるドクター・ロスペルリ・ファスフスックは、疾病のパターンと寛解の可能性が鳥の種類によって、著しく異なることに注目した。すなわち急性内視・ア急性症状を示している、赤星インコ、ラブバード、ヒインコ及び大花インコなどにおいては、バランスの良い食事を与えるだけで、臨床的回復が可能な傾向が強い。 通常は、適切に調合された有機ペレットか、クランブルをベースに、新鮮な有機野菜や洋菜、果実を少量をないし大量に補い、そして、これを1から2回羽が生え変わる間少々優しく、思いやりのこもった世話ともに与える。オーストラリア産やニューギニア産の大型オームの場合、慢性型 PBFD の最も初期の兆候は、資分の喪失である。小型の夕食のオーム、 大花インコ、金賞状インコや、たくさんの非インコの種類においては、最初の兆候は、羽の退色である。有色のインコは、この病気に感染しにくいようであり、しばしば自然治癒しうる。白色オウムの場合予防はもっと容赦のないものとなる。オーストラリアでは野生のオウムが、都市環境に、大変よく適応しており、郊外では普通に見かけるようになっている。 群れの中に数羽の PBFD に感染していることが見て取れるメンバーが含まれていることは極めて当たり前である。人間と違って強制隔離病棟に相当するものがオウムたちの世界に存在しない。これらの鳥たちは群れの他のメンバーたちから拒絶されることなく生き延びられる限り群れの一員として留まっている。BFDV は増加する国際的な合法。 非合法の鳥の取引のために、潜在的にすべての野生インコ、オウム及び現代ペット界における主要な脅威になる可能性がある。PBFD の症例は現在では、すべての大陸の少なくとも42種のインコについて報告されており、そしてこれは増加する傾向がある。50種のオーストラリア原産の種のうち最低でも38種が、野生、飼育家ともに、 PBFD に感染している。2004年に PBFD はオーストラリア連邦政府によって5種の絶滅危惧種の生存に対する重要な脅威的プロセスに指定された。これにはわずかに残る移住性のインコの一つである赤原若葉インコも含まれており、彼らは2006年の時点でわずかに60のつがいが生存しているだけであると見積もられている。 実験的な不活化ワクチンは生産されたが、これを生成して商業的に入手できるようにするためのさらな開発は資金不足のため父として進んでいない。現時点ではこのウイルスのための特定の処置は存在しない。実験的なワクチンはウイルスに対する保護が可能なことを実証したが、しかしすでにこのウイルスに感染しているオウムに対しては疾病加速する傾向がある。 第一に、もしある鳥が感染しており、複数の他の鳥と共に飼われているなら、その鳥は隔離しなくてはならないし、鳥かごは消毒しなくてはいけない。これは、他の鳥に感染が広がるのを防ぐためである。治療的介入としてできることは二次感染に対する治療に限られる。中には回復する個体もあるが、このようなことは稀であることを明記するべきである。もしも、羽のみが侵され、 その鳥がこれ以外の苦しみを受けている兆候を示さなければ受任できる生活を続けられるだろう。しかしもしその鳥のくちばしや爪が犯されているようなら、ほとんどの獣医がこの動物を安楽死させることを提案するだろう。だが未だに治療法は見つかっていないのである。この疾病に対する承知が主に予防によっているのはこのためである。鳥かごに新たに迎え入れるすべての鳥は最初は、 検疫隔離するべきであり、PBFD ウイルスの検査を受けなくてはならない。キャリアであることが分かっている鳥は、ことに若い鳥がいる場合には、新たに鳥籠に迎え入れてはならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。